無限よ。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。高齢者を光り輝く高齢者にするための情報を配信しております。そしてできればモチベーションもアップしたいと願っているところであります。今日も3冊シリーズを待っておりますが、その第3弾であります。これは五木寛之さんの本からお送りしたいと思います。本を友とする生き方というね、私は本を読むことで寂しさや虚しさから救われてきたという気持ちがあります。本はいい友達でしたし、これからもそうでしょうというのがね、五木さんの本の前に書いてあるところです。そして今日は第5章、忘れ得ぬ3人の作家、松本清張、司馬遼太郎、井上ひさし。その中で今日は勉強しても追いつかれない才能の持ち主、司馬遼太郎さんのところをお送りしたいと思います。ちょっとこれ振り返ってみますと、第1章がごったに読書の勧めでしたね。第2章が古典の読み方、楽しみ方。第3章が活字文化は消えてしまうのか。第4章、作家として書くということ。第5章が今日でありますが、忘れ得ぬ3人の作家、松本清張、司馬遼太郎、井上久さん。2021年1月11日の放送よりお送りします。そして今日はその中の前回がスケールの大きな知識人、松本清張さんでした。そして今日が勉強しても追いつかない才能の持ち主、司馬遼太郎さんをお送りしていきたいと思います。さて、もう一人、司会の方ですね。さて、もう一人大物作家といえば司馬遼太郎さん、五木さん。司馬さんは小説展開のうまさ、一筆でその人間の本質を描いてみせる描写力という点で稀有の才能を感じさせる方でした。自由闊達なお人柄で、先輩後輩の隔てなく興味深い歴史の話を次々に話題にされ、話が面白すぎて編集者が帰るのを忘れてしまったという逸話があるほどです。私が救出を宣言して京都で暮らしていた頃のことです。京都で本当に何もせず、ぼんやりと下駄を履いて歩き回るような暮らしだったのですが、関西在住の文化人が集まる会があるから顔出さないかと、ある方からお誘いを受けたんです。月に1回、梅原武さんのお世話で開いている気楽な会ということでした。その顔ぶれがそうそうたるものだったのです。陳秀信さん、桑原武雄さん、司馬さんをはじめ、いずれも独特の存在感の持ち主ばかりです。月に1回おでん屋に行ったり、お茶屋に上がったりして気楽な感じで講談するという、そういう会だったんですけれど、司会豪華な顔ぶれですね。五木さん、梅沢忠夫さんなんかも時々お見えになったりして、小松左京さんが、いやー、俺もぜひ仲間に入れてほしいなと羨んでいた集まりでした。司馬さんと私の間には面白いエピソードがあります。若い人などを吹かれた石坂洋次郎さんという司馬さんにとっても大大先輩作家がいらっしゃいました。その石坂さんと司馬さんは吉川英治文学賞の選考委員をやっていらしたんです。私は青春の門でその賞をいただいたのですが、ある時司馬さんが私に、いやー、今日は参っちゃったよ、石坂さんも随分お年を召したからかな、最近いろんなことを勘違いされてね、今日は君の書いた青春の門はなかなか面白いねと褒められちゃって困ってしまったんだよとおっしゃる。それでどうなさいましたとお聞きすると、仕方がないからどうもありがとうございますとお礼を言っておいたよ。
これは伊助君、君に一つ貸しだよ。と、司会者の方、性格的には親分肌というかリーダーシップがある方なんですか。伊助さん、そうですね。その会での島さんには名プロデューサーの一面もあって、実務的な能力に長けた方でした。先ほども言いましたが、非常に自由な方で、本当に先輩とか後輩の分け隔てなく、今日が乗ると次々に新しい面白い話を披露なさって、そういうことが好きなんでしょうね。しかし、それが作品にも現れているという感じですか？伊助さん、それは作品にもそのまま現れているように思います。例えば、新選組の大志を描くにしても、小説の登場人物というより、身近にいてその人たちと一緒に暮らしていらっしゃるような感じだったのではないでしょうか。明治維新から近代日本の成立にかけての時代を描いた坂の上の雲にしても、自分の幼なじみの友達を描くような感覚で筆を取っておられたと思います。ね。登場人物がまさに今ここに生きているように感じられるのはそのためでしょう。司会の方、ただ残念なのは亡くなられたのは72歳で、今から見れば若いですよね。伊助さん、そうですね。72歳でしたか。いや、もっと年を召されている感じですよね。写真から見ても、表情から見てもそんな感じでした。72歳、若かったんですね。いや、それでもまあ人の何十倍も活躍されて生きて生き切られた方なんでしょうけど、今日は伊助博さんが司馬遼太郎さんの話をしていただきました。司馬遼太郎さんのこういう本がよく出ているんですが、ちょっと昨日見ましたら講演録ですがね、読み出したらずっと読みたくなる、やっぱ司馬遼太郎さんの講演というもね、講演力もなかなか面白いものがあります。今日は伊助博樹さんで司馬遼太郎さんを紹介していただきました。伊助さん、今日もありがとうございました。ごきげんよう。